ジョーダン・ウィリアム・フィッシャー、A、ジョーダン・ウィリアム・フィッシャー、1994年4月24日帯は、アメリカ合衆国の俳優、歌手、作曲家、ダンサー。フィッシャーは、アラバマ州バーミングハムで生まれた。彼の生物学的な母親は出産の時まだ16歳で、生まれた後は、母系の祖父母であるロドニーとパットの養子となった。さらにその祖父母は、 ジョーダンの兄弟にあたるコーリーとトリトニーも彼らの母親が薬物乱用を行っていたため同じく養子として引き入れた。ハリウッドトゥデイライブのインタビューの中でフィッシャーは彼が民族的な追い立ちを持つことを明かした。フィッシャーは2歳の時に体操を始め5年生の時に学校でスクールハウスロックジュニアの公演をした際演劇に興味を持ち始める。そして ジョーダンはホームスクールで学習をし、ハーベストクリスチャンアカデミーから高校の単位を受け取るようになっていく。その間、地元バーミングハムのレッドマウンテンシアターカンパニーに加入するとそこで才能を見出され、2011年にジャクソンビル州立大学へ入学する。その後、ジョーダンはロサンゼルスに家族と共に移住し、芸能生活を始める。 彼の最初のテレビ出演は2009年にゲスト出演したテレビドラマザ・ハスラーとアイコアリーであった。その後 ABC 制作のザ・シークレット・ライフ・オブ・ザ・アメリカン・ティーン・エイジャーで初の主要な役柄を演じディズニー・チャンネル制作のティーン・ビーチ・ムービーとその続編のティーン・ビーチにそして噂のツインズ・リブとマディに出演することで人気を博す。2014年に ラジオディズニーを通して3曲のポップソウルソングをリリースすると、翌年ハリウッドレコードと契約を結ぶ。ありがとうございます。